&桜舞姫の皆さんです。茨城県の阿見町と桜川市で活動している仲良しチームです。毎年この神栖ぶっちゃけ祭りを楽しみにしています。人数は少ないですが、印象に残るような、そして笑顔にできるチームを目指しています。どうぞよろしくお願いします。それでは茨城よさこい小柳組&桜舞姫の皆さんです。どうぞ。はい、皆さんこんにちは。神栖に2日間来させていただきました。9回目の演舞になります。そして今日最後の演舞とさせていただきます。私たち、この先ほども言ったかな、第1回からここ参加させていただいてます。それぐらい神栖の街大好きになってます。私たちのチームは仲良しチームということで、人数は少ないです。でも一人一人のパフォーマンスはでかいです。そう、果たの演舞も楽しみにしてください。あ、ごめんなさい、もちろん踊り子もですよ。はい、踊り子と旗のパフォーマンス、こちらを楽しんでいただければと思います。で、さっき最後のパフォーマンスで言ったんですけど、実はチームの4人ぐらい、ピーマン早食いのパフォーマンスもありますんで、この後すぐ行きます。はい、そのぐらいうちら神栖楽しんでますんで、どうぞよろしくお願いいたします。それでは最後の演舞させていただきたいと思います。踊り子気をつけ、お客様に礼。直れ、構え。風が温もりを運んで、ひらひらと揺れる花びら。
ありがとうございました。茨城よさこい小柳組&桜舞姫の皆さんでした。続いて演舞するのは性が一転よさこいチームの皆さんです。